やややばばばいやばいいあと3日ぐらいですよ。うん。あの3日ぐらいなんで、まあ、たくさんニュースを出しますと。あの、まあ概要欄にね、ライブの購入先と、まあ日程、ある程度書いておきますで、概要欄見てください。なんで、あの、今日はまあニュース3日前なんで、たくさんありますよ。まずね、ウィリアム・ボーナック。エスタ・ビザの関係でアーノルド・クラシック出れなかったと。で、アーノルド・クラシック優勝したことある選手じゃないですか。なんで、まあ、王者ね。 もう一回奪還するかって守るかっていうことだったんだけどまあエスタビザっていう関係で入れなかったのかなそれをインスタのね インスタで謝罪してました。うん、エスタービザって、まあ、観光ビザみたいなもんで90日滞在、まあ、ネックも使ったことあるんだけどそれが取れなくて多分アのンドクラシック出れなくて、まあ、そこへの謝罪文してて、まあ、今はアメリカに入れましたよってそれに感謝してました。うんまあ、あの2位になったことある選手なんでねミスターオリンピアで去年5位だったけど今年どうなるか、まあ、新人たちもいるんでね、まあ、ハディ・チョーパンだの、まあ、新人じゃないけどハッサンだのニック・オーカーとどう戦うかこの掘りが深い、ね、身長低めのハディ・チョーパン。 この筋肉の凹凸感が彼らと並んでどうなるか。ね、隣にいる、ね、あの、ブランドン・カリーにも勝ったことあるんでね、何回も。で、ブランドンは2回目の優勝なるかってことなんだけど、まあ、次ですね。アキム・ウィリアムズ。うん。まあ、アキムは、あの、アーノルド5位でしたと。で、まあ、あんまりコンディションが良くなかったって言われてるんだけど、まあ、ミスターオリンピア何週間前だったので、まあ、そこへの期待。 ということでアキュミウィリアムズ今年どうなるかっていうのとあとまあちょっと荒れたことがあったんだけど、まあ、ネイテンでアーシャがね本当にもう直近キンキンキンでよあの,あのアーノルクラシック UK イギリス優勝しましたそこに対してまあいろんな YouTuber たちが、まあ、コンディション良くなかったぞ良くなかったぞって言ってたんだよでそれに対して、まあ、ネイテンがあのインスタでね コンンディションが悪かったまた YouTuber が文句垂らしてるよ。ねえそれに乗っかって大会にも出たことないしこのスポーツのことを理解できない人たちが文句言ってんじゃねえぞってスクリーンの前でお座りしてろって言ったんだよね。かっ と思って、まあ、確かにそれはそうなんだけどそこにねフィル・ヒースがコメントしててフィルが、まあ、それが仕事なんよって全てのことに波風立てて騒ぐんだよって気にすんじゃねえよみたいなこと言ってて、まあ、フィル・ヒースかっけえなと思ったんだけど、まあ、まあ確かにそうですよね、うん、仕事なんで YouTuber、まあ、ネックも一応お金発生して、まあ、適当な感じに見えるけど、まあ、言ってますよで海外のだ例えばさ、まあ、ニックニックストレンドグーザー,ーバーバーいるじゃんニックが海外の YouTuber が いいるじゃなでですか登録者116万人ですよ、ね、でま,まあニックが言ってた子に対して結構過剰に反応してるんだけど、まあ、ニ,ックをニックはね、うん、ニックズス,ス,ストレングスパワーのニックは、まあ、スペイングランプリの方が良かったんじゃないかって言っただけだよって弁解してましたうんなんでまあ116万人なんでま,まあえぐいじゃないですか影響力がっていうことです、うん、次ですハッサン・ムスタファねうんハッサンはこれす 初出場なわけですよ。ミスターオリンピアに。で、彼が最高のバリバリのコンディションで来たら、サイズ的に彼モンスターですよ。一応。なんで、ボーナックとか、戦えるレベルなんですよ。下手したらハディチョーパンと並んで戦えるレベルなんですよ。なんで、まあ、あの、このね、エジプトの方、大先輩、まあ、先輩って言ったらあれなんだけど、ラミ、ビッグラミーがいますよ。同郷のね、故郷が同じの、そことどう戦うかっていうことで楽しみ。で、ハディチョーパンですね。 ね、9月の誕生日のメッセージこれあのハディチョーパンの声聞いたことない人いるかもしれないで見ましょうなんというかわいさ、ね、ハディチョーパンコメント数2万ですよ誕生日2万コメントくるボディビルダーなんかいないですよだからイランの人々そして中東の人々世界の人々に本当に愛されてるそして期待が高まるハディチョーパンこれにも期待ですねでビックラミですねチャンピオンビックラミは、まあ、今年 ね、足とか肩幅のサイズだけじゃなくて背中の凹凸とかにも力を入れてる模様です。なんで2度目のチャンピオン。ね。ビッグラミーが2度目のチャンピオンになるかと。ね。デニス・ジェームズがコーチにもついてるし。ってことですね。にニック・オーカーいきましょう。ニック・オーカーは1年目。ね。本当に今年が初めてなんであの心配が勝つんですよね。日本語のコメントでも何かニックは心配っていうの多いんですよ。それはまあまあふくらはぎとかね。 こういうのの結果の入り方とかかいいいろんなな意見があるじゃないですかこういう症状だこういう症状だってなんでまあ生き急がないでほしいってまあベストは尽くしてほしいですようんまあショーン・クラーリーダーたちとこれトレーニングとかしてたりするんだけどまあ2回まだ元気だとは思うんでねそんなまあね心配するようなことが起こる可能性はあんまり少ないと思うんだけどまあ生き急がないでほしいですねないきなり優勝取ろうっつって本当に本当に本当に頑張りすぎちゃって いろいろしすぎちゃって、ね、パタリとかあるんでね可能性もそれ本当に心配で若いし才能が本当にフィルヒース並みにあるボディビルダーなんで、うん、フィルヒースを越せるかもしれないボディビルダーなんで,でまああのでニックのねちなみに日光家のお腹らへんってあんまりねあのアマチュア時代と変わってなかったですよ、うん、見返したけどまあ少しは大きくなってるかもしれないけどまあそんな感じのオープンボディビルダー、まあ、荒れる予想ですよで日光家飛び込んできますハッサムイス ね、飛び込んででできますす面白そうですよね次ククラシック、まあ、今日はクラシックぐらいにしとくかあの、まあ、クリス・バムステッドねバームステッドの背中これクラシック界って感じの進化がやばいっすよね、うん、数年前のこの写真に比べて彼は巨大化したかつ彫りも深くなった筋肉のカットも深くなったこれクラシックでありつつ体がクラシック見た目も パッと見クラシックでありつつ、ここまで大きくなったっていうのは快挙だと思います。これは大きくするとこをしてしないとこはしないって徹底してると思う。だから、これは素晴らしいよね。うん、なんで。まああのクリスバームステとか3度目のチャンピオンになるかというね。で2位、去年2位だった。テレンスラフィンを見ましょう。このねまあ、振り返るんだけど、まあ去年2位だった。テレンスラフィンまあ、なんだかんだ。あのなんかクールな印象じゃないですか？そこまで情熱的じゃないかっていうね。 うん、そういう感じには見えるけどこの胸この胸の分厚さを見て <laughs> これすごいっすよな今年にも期待だからあ本当に出るとこは出てるっていうクラシックビィジークの選手たちはでっかいとこは本当にでかいなっていうまあ差別化するためにそこはしょうがないんだけどねちょっとああこしすぎてあれなんだけどまああの3日前のニュースはこんな感じですね何分経ったか分かんないけどまああのまあこっからもニュース出していきますまあ予想動画も出せれば出そうかなっていうで今年はライブできるか分かんないんだけどうん まあ結果動画は必ず出しますよ。ミスターオリンピア、みんな楽しみます。ちょっと、ニュあの、ライブの日程とか書いていくんでね。うん。ではまた。